7時から皆さん、リア中、ヤッホー、こんにちは、こんばん中こんばんは。あら、串が逆だった。なんか四角の量が違う気がする。こっちが少なすぎるとか、なんかいつもと量と違うな。YSK さん、はじめまして、こんばんは。 ST48 3期研究生の荒井理也です。こんばんは、こんにちは。早くなるのは嬉しいことだから気にしないで、ありがとう。ニーポンもね、7時から始めるって言ってたから、同じ日に始めるかなって思ってAKB のガチャを今日引いたけど、谷口めぐさん、おめでとう。告白で撮影会ありがとう。こちらこそ皆さんありがとうございました。めちゃくちゃね、楽しかったです本当に初めて、本当にありがとうございました。めちゃくちゃいい経験でした。来年もね、あるといいなって願ってます。来年もやりたいです。来年もね、やりたいな。やっほー、こんばんは。お話、大阪お話か、お疲れ様。皆さんね、来てくれてありがとう。ね、本当にね、初めての方もいて、本当に楽しかったです。めちゃくちゃ思い出です。大阪でね、そんなたくさんいい思い出が作れました。大阪観光できなかったけど、その分ね、楽しめました。こんばんは、今日も可愛いなりたっとん。大阪の人使いありがとうございました。こちらこそありがとうね。たくさんね、ツイッターで拡散してくれてありがとう。いや、呼ばれてないのに、ジャジジャン、つかぴーさん、お久しぶりですね。こんばんは、グラファンさん、こんばんは。お久しぶりだね。いや、いつもと場所そう違うの。ドラマだ。こんにちは。今日もあなたは会員ありがとう。大阪ありがとう。お話しそう。あ、ザッキーさん。ザッキーさん、ありがとうね。リア中です。リア中。ヤッホー。お話しありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかった。ヘアピン。ヘアピン。こんなジュジュのやつ。ジュジュのやつ。こんな感じの。今日はツインテールだよ。ツインテールツインテールです。浴衣のポーズはいっぱい考えてて、そう、いや、そんなことないんですよね。もう思いついたのをヤッホー、リア中、リア中です。こんばんは。お話かも、撮影かも楽しかったです。私もめちゃくちゃ、多分皆さんより楽しんじゃってるかもしれない。撮影会結構並んでたね。ありがとうございます。皆さんありがとう、嬉しい、ね、本当にたくさんの方がね、参加してくださって嬉しいです。お話会本当に楽しかったです。私も本当に
なんかね、いつもと違うからなんか不思議だね。ちょっと前に行き過ぎて、今日はレッスン、そう今日はねレッスンないの。でもね、あのもうあとちょっとで徳島メンバーかな。だからね、徳島メンバーが明日からある。長時間告白できて嬉しかった。私もね、嬉しかった、ときめいちゃった。ツイッター見てたリュウちゃんの撮影会写真かなり評判いい。本当に嬉しい、嬉しい。リアチュ、この後少しだけミュータに行くけど、あなたのところ戻って、そう戻ってよ、私のとこ見てほしいな、ぜひ。よかったらよかったら、やっほー。お子様ランチさん、はじめまして、やっほー。三期研究生のアライリアです。可愛い画像がめっちゃツイッターに上がってる。本当に、やっほー。浴衣めっちゃ可愛かったよ、手振ってくれて嬉しかった、ありがとう。いや、こちらこそありがとう。立ち過ぎたら何より次、次回タイミング、嬉しい。話そうね、一緒に二人きりでね。みんな普通が話せるかと思ったけど、撮るのに夢中になってしまいました。ありがとうね、本当に感謝です。たこ焼き食べました。そう、あったの、差し入れで、嬉しかった帰りに、うん、新幹線乗って帰って乗ったんですけど、あのみーぽんとね、隣で、嬉しかった。隣でというか、隣にしようみたいな3人帰りね、あのみーぽんとゆいかたん、ゆいかちゃん、カビスマゆいかちゃんと3人でね、あの隣でした。嬉しかった。ゆいかちゃんとリアとみゆぽんと座りました。ゆいかちゃんね、寝てたこわっちー。みゆぽんと私はね、あのみゆぽんはあの551の豚まん食べてて美味しそうに食べた私はそれを見てた。ちょっと帰って豚まん食べました。帰ってで、あのそのミューポンが豚まん食べてる間、ミューポンの写真撮ったりしてましたそう、食べてる姿を。で、あとね、あのサケルチーズ食べましたサケルチーズ、豚まん、たこ焼き、そうククルのね、ツイッターの写真かわいいの。ほんとお疲れ様から、こんばんは、こんばんは。ククルのたこ焼き、ごそう食べられた。たこ焼きはね、うん、お母さんとか、ま、あ妹とか半分とかして食べた。僕の好きな最強ツインテール、本当に嬉しい。ツインテール、撮影会やってより見つかった感ある。撮影会本当に楽しかった。可愛いボブさん、ありがとう。初めまして。ポーズ撮るのはいや中大変、いやでもあの同じポーズばっかで申し訳なかったです。本当にごめんなさい、申し訳ない。撮影会も楽しかった、ありがとう。こんばんは。思いつきでいろいろ、そう思いつきで撮影会、レッツ長かった。本当にレッチ、スマホを止めるスタンドあるよ、あるよ。だけどあのこうなんかね、高さというか、なんて言うんだろう、高さではないかな、グネグネってこんな風に変えてる。お疲れ様でしょ。立ち位置下げられてない、立ち位置下げられてないです、今んとこ。配られた資料のままでした、まだ。けどやばいんです、ダンスが本当に。やる曲が本当にダンスむずすぎて、もう心折れそうです。本当に無理、無理だ。教えてもらいたいけど、なんかすごいむずい。スローでとかで見てるけど、やっぱりむずいな、あのダンスは。あーしゃ見て、リアチューの撮影に並んだってツイートたくさん見て、本当に嬉しい、嬉しいよ、嬉しいよ。撮影でもね、立ち位置下がってないから安心してみんな、あの
みんなにねレスしやすい。来てね。初映画ありがとう。可愛かった、ありがとう。こんばんにゃんこ。そっか、ツイッターしてないと気づかないか。多分さっきの中で一番手くらい。え、本当に？めちゃくちゃ嬉しい。本当に？もっとポーズに緊急するね。ぜひ次来て、次もね来てご一緒だったら嬉しいです。評判良かったなら良かったよ。こんばんは。やっほー。浴衣姿を近くで見たらさらに夢中になって。本当に？めっちゃいい。そんなそんな。リアチュー、こんにちは。おばんです、おばんです。行けなかったら出演会の画像アップしてる方たちに超絶感謝。本当にありがとう。見ましたよ、お母さんがね送ってくれて LINE で。ありがとう。おー、みーぽんとゆいたんと一緒に。そうそうなの。リアチュー、はじめまして。愛車の写真抜群。本当に嬉しい、嬉しい、嬉しいよ。あ、待ってね。天然うなぎさん、あ、じゃあカネッチャとリランチュさん、たくさんたくさんだるまをありがとう。だるま、水色のだるまありがとう。グラファンさん、ハートたくさんありがとう。たくさんね、ありがとう。天然うなぎさん、このだるまの水色、猫ちゃんありがとう。たくさんありがとう。もっくんさん、ハートのゲージありがとう。天然うなぎさん、たくさんハートありがとうね。夢に向かってさん、ハートありがとう。ありがとうございましょう。たくさんね、ありがとうね。こんにちは。おお、いや、わ、新幹線寝れなかったよ。ちょっとね、楽しみ、本当に大阪楽しみにしてたから寝るとこじゃなかったの。寝るとこじゃ、やば、ちょっと待ってください。すいません、今日ね、ちょっと配信45分に終わりたいと思います。ちょっと皆さんにメール送れなければ。朝メール送りましたっけ？朝メール送ったっけ？どうだったっけ？来てないよね。昨日来たんだっけ？あの長文のやつ、それ昨日かな。やばい、送ろう。やっほーん、初めてじゃなかった。リアチューの猫ちゃん見たよ、ありがとう。こんばんは。色たくさん、いろんなポット撮れた、ありがとう。こちらこそ、やっほー。撮影会楽しかった、もちろん。撮影会小道具とかも使ってくれて本当に嬉しい。ズズナさん、ありがとう。こんにちは、リアチュ。チャンキシでリアチュ気になって、本当に。ドバラさん、ありがとう。ぜひね、気になってね。ドバラさん、よろしくね。センターかな、センター。岡村先輩のポーズすごかったよ。OK です。ちょっと見てみる。はじめまして、ツイッターの浴衣写真見てきました、ありがとう。アキラさん、ありがとう。やっほー、ツインテールかわいい、ありがとう、ありがとう。実際に個別のあの距離の話とリアちゃんに夢中になっちゃうよな。本当に嬉しいよ。あ、うちの子も撮影会ありがとうって言ってた。本当に？え、そう、可愛かった。めちゃくちゃちっちゃい子が来てくれてた、カバブさんの。そう、めちゃ可愛かった。めちゃくちゃ可愛かったです。めちゃくちゃ可愛かった。心が折れたら繋いであげる。嬉しい。ありがとう、サラマンダーさん。こんにちは、リアチュ。リアチュ、こんばんの、こんばんの。むしろボイちゃん、昨日ありがとう。リアチュ。白地に紫の浴衣、よかった。本当に大阪ありがとうございました、ありがとうございました。こんばんは。本当にの言い方好き。本当に、あ、おいわ。
嬉しい。やちこんばんは、キムくんありがとう。やちこんばんは、やほん。鉛やちゅう、釣りやちゅうできた。釣りやちゅうだった。出れちゃうじゃん、釣りやちゅう。やちゅう、かわいい、ありがとう。こんばんは。多分来てない、ごめんね。ちょっと今日はね、送らないと。昨日も朝来てる。新幹線の行き帰り、隣の席、そう、行きは、井出加納さんと石原優奈さんでした。あの、1時間目の子と一緒でしたね。やっほー、大阪と追加のリアチューのみんなが撮った写真が公開しました。本当に、イカリさん、ありがとう。昨日メール来た？メール楽しみにしております。本当に？オッケー。送るね。ちょっとね、あれ送りますあの写真を。浴衣じゃないです、でもあれです、あれ送ります。浴衣、これからね、たくさん浴衣のメールが続くかと思うけど、どうか付き合ってね。やっぱライリエンですよ、本当にリアチに夢中。リアチこんばんは。ツインテールの髪のめっちゃ可愛い、本当に嬉しい。もはやリア中毒、リア中毒、みんなリア中毒になって。一人いたね、そう、可愛かった、めちゃくちゃ。ハローリアって、撮影会綺麗に撮れた、ありがとう、嬉しい。なんなのラムネ動画見たよ、あれは急に出るか、そう、あれは急にちょっと出させていただきました。ちょっと先輩方距離が近すぎてドキドキしちゃって、ちょっとやばかった。鉛矢中、想像を超えた可愛さ、本当に嬉しい。姫路城見えなかったの、見たかったけど、あのどこどこってなっちゃって今めちゃくちゃ見えたかった。逆だったのかも分かんない。行きかな、帰りかな。撮影会遠目で見ましたか、可愛かった、引き込み、本当にお話したい、一緒に。こんばんは、戻ってきてありがとう。かなおさん呼び方がなってません、やばいやばい。広島からおさ一心、そう一心やった、本当に。やっちゅー、朝の部だったら小集合時間ちょっと早かったかな。言い方して本当に嬉しい、嬉しいなら全然あれなし、待ってるよ、どれ、そう、あれ代わりにね、みんなで一緒に買ったやつ、3期のみんなで。お話からめちゃめちゃ釣られた、アイドルになったばかりと思わないぐらい慣れているか、本当に嬉しい。つづなさん釣るね、これからも釣るねというか好きになってほしいな。浴衣の姿むしろ欲しいんだけど、たくさん待ってる、本当に嬉しい。アンピー先輩が駅のホームで3期ちゃんが、あーあー、ちょっとバリちゃったみんな、そうアイスの写真ちょっと送ろうと思ってたの今。そう、3期のみんなでみんな買ったやつ、ちょっと楽しみにしててね。リアチこんばん、浴衣の全身が映ってるのに OK?OK、 大阪は魂で見させてもらったけど、あなたは見れなかった。リアチのアクスタ制服かウェディングかまよいっちゅうかまがかまよいっちゅう。やっほー、こんなに可愛いのに鉛やちはもっと可愛いのか、どうしよう。うん、うれしい。会いに来てね、ぜひ。リアチュー新グッズもたくさん可愛い、ありがとう。もう好きになってる、本当にありがとう。うん、嬉しい。大好きなメンバー変更しない方がいいかな、ちょっとよろしくね。ハラカラさんこんばんは、やっほー、やばい、ちょっと待ってね。ミシェルボーイさん、かわいい、かわいい、ありがとう、嬉しい。たくさんね、もっとこれからもね、頑張る。かわいい、ありがとう。もっとかわいくなるね。もっとかわいくなるね。ありがとう、ミシェルボーイさん。リオさん、結婚して、結婚して、ありがとう。そう、昨日ね、大阪でね、結婚してっていう、たくさんね、言っていただいたんですけど、考えとくね、10年後また会おうねって言ったの。皆さんもね、10年後またお会いしましょう。
ね、結婚考えとくね。あ、かわいさま、あなた残してほしい。本当にリアチは直線会うことを おすすめ。本当に皆さん、お料引く直接会ってまたね、お話しよう。リアチューね、絶対そのまま沼の人増えちゃうな。増えちゃって、あなたらバター当たらなかったらしばらくまたこれで見ることになりそう。言ってなかった。チャオチャオリアチュー、生リアチュー次のシングルまでお預け。7月のオンラインで我慢します。そうだね、7月のオンライン待ってるよ。一緒に話そうね、話そうね。来る島は嫌だと回答してたよ。そのぎ、そうなの、ゆくるくるさん嫌なの。くるくるさん可愛かったで、一緒にお写真も撮らせていただきました。くるくるさん大阪で釣り屋中すごかったらしい。本当に、くるしまさん、くるしまゆかさん、こんにちは。大阪撮影会、かなりのお客様がリア充に釣られてました。本当に釣られてた。ツアーのレッスンの調子はね、どうだろう、微妙かな。髪の目かわいい、ありがとう。トゥクさん、トゥクさん、はじめまして。ヤッホー、チュインテールもかわちい、ありがとう、うれちい。そう、今日はね、あの大阪のお土産で買ったやつを食べます。何だと思いますか。今日7月とお話しするためにやるべきことは済ませました。決済のことめっちゃお話ししよう。何話す何話しよう。そういえばツアー配信決定、そうなの、嬉しい。みんな見てね、頑張るから、頑張るから、本当に。こんばんは、リコジ、リコジ、こんばんは、おかえりなさい。ただいま。今日は蒸し暑すぎて蒸しケーキになりました。めっちゃ暑かったね今日。本当にね、部活したんだけどめちゃくちゃ暑すぎて死にそうだった。本当に暑すぎた。月衣装、まだまだマダムシンコ、おお、有名なチーズケーキとか大阪のみお菓子かな。なんでろみん、何てる、たこ焼きチンビ。アッピーパイセンが3期のレッスン大変だと褒めてます。本当に嬉しい、頑張る、やる気が出る。リア中にお願いがある人です。お願い、月化粧、初見のままで売り入れればいいのかな。初見、うーん、どうだろう、何を話すか考えとくね。やるちくね、話しよう。今日暑いのでサウナに行ってきました。さらに暑くなる。小林さん、はじめまして、ヤッホー。阪神百貨店のイカ焼き、イカ焼き、イカ焼き、あなたの好きな麺から外したら、外したらちょっと悲しくて泣くよ暑いし湿気もあるし体力バレちゃうよ。ほんと面白いよ小人。大阪の麺が気になるわ。早く早く、高校3年生バリバリ人になるはずなのでメンバーで行ってください。今もすごい。本当に嬉しい。ちょっと答え発表しよっかな。発表発表。天然うなぎさん、ハートたくさんありがとう。あやたみかんさん、ハートたくさん、水色のハート。ケンボータかっこいい美少女さん、ハート。あやたみかんさん、ハート。あやわたるみかんさん、タコタコありがとう、タコ嬉しい。三本根のサポーターさん、タコたくさんありがとう、タコ嬉しい、タコありがとう。小賀屋さん、レインボースター、もっこんさん、ハートの記事ありがとう。そろそろ答えやろうかな。ヒントは初めて食べる2回目か3回目か4回目くらいどんどん増えちゃってる。なんか好み分かれちゃいそうな食べ物だけど、これはなんかあのそんなね、分かん、あの好み分かれるかも。今から外しても可能かい。あらららあらららら、あらららら、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうと思う。
統率したらとりあえず俺は誰かのメール取るつもり。そうなの？大阪以外でも、いや買えないかも、わかんない。大阪の個別のお話し会にも行きますので。嬉しい。え、話そうね。楽しみにしてるよ。赤服とかかまってちゃんはスルーでいいよ。かまってちゃんはスルー、ありがとう。こんにちは、もみじ天ぷらなわけあるか。もみじ天ぷらなわけあるか。赤服、赤服ハートやっこ、はるさんありがとう。はるさんありがとうね、たくさん嬉しい。はるさんありがとう。何回も行ってる大阪マスト、何回もというか家族で一回行って、あのお母さんと妹と私でに行ったりしました。リクロおじさんこんばんは。ツイッターにリアチのお話し会リポートあげておきました、ありがとう。あ、なんか見ましたよ多分それ。リアももちろん撮る、ありがとう。こんばんはリアチュ、赤服それ三重屋で、赤なんていうの、たこ焼きとかでもいいんじゃない。確かに冷凍たこ焼き。答えは夜にしよっと。答えはお土産は甘いよ、甘い。ヒントは三重県っていう、あ、三重県ごめんね。なんかね、ヒントはあの、なんだろう、ふわふわ、ふわとろ。これ言ったらバレちゃうかも、大阪で有名だから。ちょっとね並ぶかもしれない、私もちょっと並んだ。リコジやん、リコジ、たやき気になる。ふわとろ、そうふわとろで、そこになんと、なんとなんと、なんとなんと、そこにはなんとなんと、一瞬だけで見せるの、これがあるの。やばい、ちょっと生地が、あららら、なんか生地がかぶっちゃってて見えづらいかもだけど、じゃん、あはバレちゃった。ククル、ふわとろ、あ、でククルもねふわとろだったね。気になる、リクロおじさん、リクロリさん、レーズン、やっぱり、やっぱり正解です。なんとなんと、これはリクロおじさんでした。ちょっとバレちゃったよバレちゃった、バレちゃった。チーズケースのレーズンかな、甘いって言ってたから、そう甘いの。答えはリクロおじさん、リクロおじさんでした、リクロおじさんでした、クロおじさん、クロおじさん、いい匂いが、みんな合ってるよオムライス、オムライスね、ふわとろだもんね。確かに最初のが当たった、陸おじナイスで、知らない、やっぱりふわふわふかふか、そうふわふわふか、一人で食べるのさすがにね、あの1ホールは食べないけど、あのこのこれ食べますよ。わわ、家族で分けます、家族で。リクロさん、まあ僕は最初からリクロだと思ってますけど、本当に本当にもう鈴のシャン、あやちい、でも嬉しい。チーズケーキ、そうチーズケーキ、リクロジ買ってた、そう有名なチーズケーキと思ったけど名前が出そう。ハルさんおめでとうハルさんおめでとう。カメラにあんありますよね、もちろんだよ。どこの部分あげようかな、先端あげるね、先端あげるね。あーんと、どう？おいしい？チーズも、チーズケーキも食えない気？本当に？リコジという方は STU でしか通じませんこんにちは、よく変えたね、よく変えた、得意じゃない、いいじゃん、初見です、うまやらいです、くそ、うまやらい、ハム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 、おいちいおいちい、食べたい、あーん、あーん、あーん、おいちい、リコジのチーズケーキ、そうチューだからチーズ好きなの、もぐもぐ、おいちいです、おいちい、私ね、ネズミだからですね、チーズ好きなの、だからね、新幹線でもね
スケルチーズ食べてたの。チーズしか勝たない。食べるね。なんかチーズが、あのチーズケーキが苦手って方にもなんかね、そこまでね、あのチーズ感がなくて、なんか食べやすいです。ふわふわしててすぐ溶けて、だから本当に食べやすい。チーズケーキって好き嫌い分かれるかもしれないけど、このリクルおじさんのチーズケーキは本当にしつこくないんですよ。うん、食べたい。寝始めだけにチーズケーキだよ。ひまわりさん、はじめまして。ヤッホー。チーズケーキってチーズダメでも食べられるよ。そうなの、かわいい。あ、ネズミにかけてるのか。食レポも本当に上手、ありがとう。甘いもの何でも好き。これは食レポのお仕事リア中に来るの本当に嬉しい。ちょっと頑張ります、これからも。ベークドチーズもケーキもいいけど、スフレ、そう、スフレ美味しいよね。ふわふわしていて、トロトロしてて、口どけがいいよね。カッテージチーズなんかな、そうなんかな。もう一度ミブタのルーム見に行ってる、戻ってこなかったら、ぐぅ。今日も会員ありがとう。おやじいさん、猫、猫の歌ってるやつありがとう、猫。おやじいさん、ありがとう。猫、ありがとう、おやじいさん。スケルチーズ好きだよ。今度ジャガーリゴ単身で食べてよ。いいよ、一緒に作ろう、一緒に作って食べようよ、みんなで一緒に作って食べようよ。食べよう。やはり口だけが美味しい。ミクラの焼きたては格別美味しい。そう、新幹線食べたかったけど、あったかくてさすがにやめてきました。さすがにね、さすがにね、食べる人いないよね。あの1ホールはいるかもだけど、子供はね。ネズミに猫やばい。こんにちは、じゃがりことチーズ買ってきますわ。そう、みんなでやろう、一緒に。いやつ、お菓子作れるよ、任せて。一緒にね、作りたい、食べて、そしてあげる。作るとこも一緒に、ナイスアイデアじゃん。一緒に作ろうよ、一緒に作ろうよ。こんばんは。あのジャガーリゴ今度買ってくるね。うん、今からチーズ買ってくるから9時まで配信よろしく。え、買ってくるの、わざわざ、わじゃわじゃ、リアチュー。一緒に作りたい、今度作ろうよ。私今度買ってくるね、じゃがりこと。リアチのお菓子食べたい？今度作るね。やりますか、やりましょう。こんばんは。ハモスケルチーズ、じゃがりこ用意したら一緒にできるね。そう、みんなで一緒にやろうよ。楽しみにしとくね。それケーキはプリンと同じで長期、そう、水がもっと作る段、なんかやつ作る。私なんかリクロおじさんの作るとこ見たら、作るとこってちょっと見えたんですけど、あの釜じゃない、なんかすごいオーブンみたいなとこが取り出すときに水が入ってた。お菓子作りできるよ。じゃあメールで、メール、そうだね、リアチいつ買ってくるかよろしく。チーズダメでも食べられるといえばピザもやん、確かに。一緒にやったら面白そう。ヒーターにタンプレあげたんですよ。ヒーターメールに、本当に嬉しい。ヒーターさん、ありがとう。そして誕生日おめでとうございます。ヒーターさん、いつもお世話になってます。そう、一緒にやろうよ、じゃがりこ。楽しみにしとく、楽しみにしとくね。うん、このね、ふわふわさ伝えたい、みんなに。
昔できると丁寧な仕事する印象。本当に上のおじさんマーク行ったらなんかもう、え、そうなの？やっほー、こんばんは。くる姉さんがリアちゃんとお話できたって言ってた。そう、嬉しい。めっちゃ喜んでたの？うん、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。リアちゃん、お菓子は分量が、そうだよね、本当に。マカロン作るの？マカロン作ったことないの。クッキーとか作りたい。喉乾かない？何か飲む？飲みたい。お腹が鳴ってきたぜ。お腹鳴ってきた？ちょっとみんな見て、すごいふわふわしてる。見て、どうやってやろう、なんていうんだろう、すごい潰れちゃってるけど、めちゃくちゃ音がすごくないですか？どっち聞こえる？めっちゃ音聞こえるでしょ。2.5期の先輩、そう、嬉しいです。お話できました。じゃがりこと手羽先、いいな、食べさ、手羽先食べたい。リクロおじさんだよ。このケーキの上にね、そう、よく寝れそう。確かにふわふわすぎて私眠れなさそう。私の本当にね、昨日あのいつもと違うとこで寝ようとしたんですよ。だけど本当に眠りに眠れなくて、だから結局自分の部屋のとこで寝ました。そしたら3分ぐらい寝ました。本当にね、慣れないの。自分のとこじゃないと寝れない。お腹減る？イヤホン、不イヤホン。クッキー毎日2個だけでいいの？クッキー分けてよ。アズミのためにリアが首休いな。俺もリアのために首休。そう、なんか前ショールームで、なんだっけ、どの、私だ、なんかコメントで、安住さんに、首輪つけてって、私に首輪つけてって言ったら、苦笑するからって言ったから、言ってみたんです。リア中、顔のアップ、肌綺麗、本当に嬉しい。うん。サッチがチーズケーキ好き、そうなの？新井ちゃん、ピーポーズありがとうございました。いや、こちらこそ。テキサスのロンスターさん、はじめまして、こんにちは。寝るとか変わるとか、なかなかそう寝られないの。お腹空いてきた、お腹空いてきた。やっほーやっほー。なんだろうこれ、飯、ご飯、晩ご飯の後のエクレア楽しみ。エクレアいいの。うん、首輪なんか誰が教えたの？アズミンさん。そう、多分アズミンさんのファンかな。うん、あんま見たことない方だった。アスミンさんが言ってもらえて喜ぶ。本当に？私もう首輪ツイートで見ました。リアちゃんこんばんは。そう、苦笑するって言われたから言ってみたらめっちゃ苦笑されました。うんうん、お話し会ありがとう。可愛かったし釣りまくれて面白かった。本当に嬉しい。そう、今日帰って結構遅れちゃったんだけど、乃木坂46さんの33枚かな、選抜見て、やばくて。本当に5期生の井上凪さんがセンター入って間もない、この何年だ、1年ぐらいでセンターなんてすごすぎると思って、うん、さっきの思い出したが、彼女のアバターなら引き当てたので、彼女に教え、やめてよ、やめてよ、変わらないでよ。凪早い、そうですよね、凪さん早い、羨ましいぞ。リアちゃんアバター当たらない？リアちゃんセンター目指してる？10年後にはね、叶わないかも。だけど7時40分ありがとう。やっぱ荒井リアちゃんですよ、ありがとう。ケーキはホールで食べて。いや、ホールはさすがに食べないよ。
チョーカー持ってたらクブにつきという意味で、チョーカーってなんだ、リアチュー、そうミルクティーよろしくさん、ありがとう。昨日のあ大阪の日はそう女性の方が嬉しい。今はチーズケーキ食べております。リクロおじさんのチーズケーキ大阪土産です。うん、ありがとう、かわいい、ありがとう。てか新人のセンターなんて乃木坂にとっちゃ挨拶みたいなもんや。本当に本当にすごすぎてびっくり。すごいよね、井上凪さんはすごい可愛くて。お話、大阪お話したね。オンラインもよろしく、嬉しい。オンラインもお話しようね。SUTA も攻め、そう私も思った。なんか研究生とか出たら面白い。なんかね、ファンの方もワクワクするよね。アクターズの子が入ったのだけ知ってる。アクターズの子、アメリカにもそう買ったよ、家族に。リアチュー可愛い、ありがとう。あなたが嫉妬しないように。嬉しいじゃん、嬉しいじゃん。ひなのぐらいペースでセンター、そう頑張るね。日向坂さんもね、出したよね、出した、新しいの出し、なんか発表されて。メタボスリーさん、はじめまして、かわいい、ありがとう。こんばんは、僕の好きな最強のテイル、ありがとう。そう今日はちょっと早めに終わりますね、メール送らなきゃだ。チョーカーを首につけるかわいいアクセサリー私につけて、うん、アクターズの子が入ったのは桜坂では、欅坂、チョキありがとう、私もチョキ。あなたがソロコンやるときは俺がセットリスト、え、お願いしましょう。STM も、あたそう、新しいシングル気になる。誰が選抜、あの新しく選抜入りしてほしい。いろんな方が。チューポの新名、え、でもほぼ新名な気がする。メール待ってる、毎日ありがとう、こちらこそ。夏がもう10枚目出るやん。ねねね、そう新曲いつか出るね。メサボさんでいいよ、この前の話ね、嬉しい。メタボション、こんばんは。自分が選抜に選ばれた時のリアクションを用意してくんやで。さすがにね、研究生はねまだかな。チンシングル3期だけのが、そう嬉しそう。3期だけのでめっちゃいい、あのめっちゃ夢はセンターだったんですけど、さすがに無理で、無理かなって思います。ピエンです、サッチーさんとかかな。リアチューこんばんは、19時40分ありがとう。リアチュー通信の会は夏を乗り切れてる、本当に。リアチューが瀬戸内にある新しい風吹かせるように頑張るね。全て終わるからね、お話し会全て頑張る。あるなら 2.5 期の曲がまず先だと。確かに確かに、この間リチーカの、そう私だよ。3期の単独曲来るかな、欲しいよね。瞳の中のセンターです。夢はセンター、いいと思う。夢はセンター、センター行っちゃおう。頑張る、頑張るね。そろそろ男女読むね、
おじさんから見たら可能性しかない。本当に？男性読むね。みんなありがとう。今日はね。あ、てねぬぎさん、レンボスさんありがとう。あやじいさん、今日はあやじいさんでした。あの、書いとくね、あやじいさん。ありがとう。寺月、13位、寺月さん、ありがとうございます。12位、ゆきひさん、ありがとうございます。11位、ザキーさん、ザキーさん、ありがとうございます。10位、もっくんさん、もっくんさん、ありがとうございます。9位、天然なぎさん、天然なぎさん、ありがとうございます。8位、あやたるみかさん、ありがとうございます。7位、はてなてなさん、ありがとうございます。6位、ゴンチさん、ありがとうございます。5位、あやじさん、ありがとうございます。4位、りょさん、りょさん、ありがとうございます。3位、トッペさん、トッペさん、ありがとう。第2位、赤いベベ来た、金魚だよさん。2位、ありがとう。第1位、S、大村さん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。またね、7月の17日かな。また、あの、オンラインお話があるのでね、ぜひね、あの、私とね、一回でもいいからね、お話したいよって方はね、ぜひね、気軽に来てくださると嬉しいです。またね、皆さん。今日はね、ありがとう。短い時間だったけどね、たくさんコメントでお話できてよかったよ。またね、みんな。バイバイ。ありがとうございました。メールに注目してね。後で出すね。バイバイ。バイバイ。